市川草加の懐石料理、本日はタラのかぶら蒸しだそうです。蓋を開けてみましょう。あー、綺麗なかぶら蒸しが出てまいりました。あったかいです。おまんは両手で取りまして、左手でしっかりと持ちます。右手上からお箸を取って、お箸の中頃左手扱って、右手上から下です。まず香りを確かめます。美味しそうですね。ではいただきます。ふんわりとした感じです。お箸でふっくりと切れました。わさびがツンと香ってとっても美味しいです。そしてかぶら蒸しに含まれている、包まれている綺麗なタラを今からいただきます。柔らかくて、磯の香りがします。とっても美味しいです。周りにはこれはゆり根でしょうか。ゆり根です。甘みがいいですね。あと銀杏が入ってますか。銀杏がとってもいいですね。あの鮮やかな銀杏がですね、目をとっても引きますね。そしてこれは金時人参、あと甘しいたけが入ってます。美味しいですね。周りのこの出汁は葛で固めてあるんですね。葛で固めてありますね。葛は体を温めますので、冬にはとてもいいですね。あと隠し味としては、はい、お酒。あ、そうですか。それから少し醤油、あとはみりんを少しやってみます。だしの香りがとても食欲をそそります。そこには、あ、昆布が、昆布、この昆布またとっても美味しそうですね。あ、この昆布のおかげで型崩れが防がれているんですね。昆布でないと型崩れちゃうんです。そうですよね。昆布いただきます。またこの昆布とても美味しいですね。柔らかいのにシャキシャキとしていて、とても新鮮な香りがします。私も懐石料理のメニューの一つです。ああ、そうですか。これは楽しみですね。ご家庭でこのようなお料理が出てきましたら、とても喜んでくださるのではないですかね。家庭でも簡単にできるようにレシピを作ってますので、ポイントは銀杏ですね。銀杏って私は初めて聞きました。あの片栗粉を入れてとろっとした。ああ、そうですか。とても美味しいワンでした。あのとても豊かな香りがします。だしの深い香りがしまして、一つにまとまってます。すべてのお味がとても一つにまとまっている美味しい料理でございました。だしはまた例によって追いかつでやってます。あ、やはりカツオのとてもふんわりとした香りがいたしました。はい、本日はタイのかぶら蒸し、タラのかぶら蒸しでございました。